コモとニフキーさん、なるほど。明日の中野の大会にも出るようで、ニフキーさんは剥がれたよ。さあ、これと勝った方が富武でやると、どっちが来てもきつそうだな富武。さあ、チョイスしてるサポート、これジラーチ、なるほど。ビームをガードして、こっからどうするか。さあ、マクシュート連携が入って、飛びには弾ける炎、ジャンプ 8X、 ジャンプ 8X。 あ、対空いけたんじゃないですか。さあ、隠ってたか知んないけど、小物投げが入ってかなりきつくなってきた。なんか一発通さないと見えてこないが、まあスラー確定だっぽい。8割で対空して、 X、 ジャンワイ、スラーでフェーズを取って、この辺色取れればワンチャンありそうだけど、フロントシュートはスモークで切り返されて、飛びが落ちて、1ラウンド目だったのはミキさんのシャンドラー。しっかり飛びを読んで先置きで球を置いてあるのがいいですね。ああ、フィールドのジャンプは着地構築長いんで、こういうビームは簡単に確定。マイスドバック捨てでごちゃらせて自分のターンに持っていく。さあ、全然有利フレームなんで投げが通って、お、大丈夫なのか。おお、なるほど。さあ、この後、なるほどね、あえての、あえてドットと着地するという感じですね。これスラーで抜けると、あー、なんか事前にお勉強しておけば確定がありそうだったけど、ちょっと調べが足りてなかったかな。8割から内野入って、これもうどぎついガードが割れる。多分普通にやってたらガードが割れます。普通にやらないと着地にビームがかくりますと。ということで、勝利したのはミヒキさんのシャンドラです。投げの後ね、防御デバフが他のキャラを使って、初めてあれがどぎついと思ったけど、ガードが割れちゃうんですね。ね、え、エモンガがいなかった。